ロサンゼルスキャッチ。先週ビバリーヒルズのレストラン四季にて和食レセプションが開催されました。ユネスコ無形文化遺産に登録された和食。農林水産省主催のこのレセプションにはレストラン関係者を含めた120名が招待され、日本食や和牛、米や日本酒など和食全般の良さを再認識してもらう機会となりました。日本料理の文化ということで、その出汁を使った料理とかですね、皆さんに本当の真の和食とか日本食のですね、良さを知っていただきたいと思っております。